こんにちは。スマホで YouTube を見ながら、あれ？スマホどこだっけ？と自分のスマホを探していた折り紙パンダです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルでは親しみやすいシンプルなものから超絶リアルでかっこいいものまで、いろいろな折り紙作品を毎回一つ取り上げてご紹介しています。折り方の解説ではなく、あくまでも作品を紹介する動画となっております。折り紙好きな方にはもちろん、そうでない方にもサクッと気軽に見て楽しんでいただける、そんな内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。さて、本日ご紹介するのは超絶な難易度を誇る大作、有翼の麒麟、神谷聡さんの作品になります。この作品の難易度は5段階表示で5、推奨の折り紙サイズは50センチとなっております。それではいきますよ。せーの、レッツパンダ。折り紙パンダ。はい、それでは神谷聡さんの有翼の麒麟を折っていきます。まずは三角方向に折り筋をつけていきます。内側を広げて、ついている折り筋を使って潰すように折っていきます。さらについている折り筋を使って中心部分を上に押し出すようにしながら、ついている折り筋で折りたたんでいきます。裏返して、中心の角をつまむようにして横に倒すように折りたたんでいきます。ついている折り筋を延長するように縁を折り返して、しっかりと折り筋をつけたら、つけた折り筋で沈め折りをしていきます。この角を軽く開いて、ついている折り筋で内側に折り込むように折った後、中心の部分を正面に向けるように縁を折り返して、こちらの内側の斜めの折り筋を使って折り筋をつけていきます。つけた折り筋で中心の角を手前に引き出すように半分に折っていきます。顔の縁にカーブをつけながら、立体的に縁を起こしていきます。折りたたまれた尻尾を引き上げて、全体的に形を整えたら、はい、これで有翼の麒麟の完成です。今回折りました有翼の麒麟、動物園にいる人気者で、首の長い斑点模様のついたあの麒麟ではなく、某ビールメーカーのロゴにもなっている、いわゆる神獣とか幻獣と呼ばれる方の麒麟です。伝説上で語られる麒麟には本来翼はついていないのですが、こちらは東京の日本橋にある翼の生えた麒麟像をモデルにしているとのことです。実際の銅像と比べると、この作品がいかに忠実に再現されているか、その完成度の高さがよくよくわかりますね。そしてただ忠実に麒麟像を再現するだけでなく、作品化するにあたってのアレンジもまた秀逸です。引き締まったスリムなタイプは、この流れるような流麗なラインを描いていて、俊敏さを思わせる獅子とも相まって、しなやかな躍動感を感じさせます。大きな翼と波打つ尻尾の優雅さ、意志の強さと知性を感じさせる上品な顔の造形はとても気品に満ちていて、神獣の異名を持つのもうなずけます。
ただ一つ残念なのが、この四足動物の作品によくある背中の部分、こちらに隙間ができてしまって、その隙間から髪の裏地が見えてしまうこと、いわゆる背割れという現象が顕著に現れていること、そこが何とも惜しいとは思うのですが、言ってもこの全体の完成度の高さに比べれば些細な問題なのかもしれません。ただこの作品、非常に難易度の高い作品です。挑戦される方はどうぞ覚悟して挑まれますように。作者の神谷聡さんは1981年生まれ、愛知県名古屋市出身の方です。かつて人気を博したテレビ番組テレビチャンピオンの第3回オリアニオ選手権で見事優勝、以来同番組で前人未到の5連覇を成し遂げたという化け物のような方です。その後は折り紙の知見を深めるために渡米、現地の折り紙作家さんたちと交流を深めたりと非常に精力的にご活躍なさっています。神谷聡さん、明治ともに日本を代表する折り紙作家さんの一人です。本日ご紹介しました有翼の麒麟、こちらの超絶の折り紙という本に詳しい折り図が載っています。他にも魅力的な作品がたくさん載っているめちゃくちゃおすすめの一冊、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。この動画が面白かった、また見たい、そう思ってくださった方はこの機会にチャンネル登録と高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。また動画の感想やリクエスト、ご意見、昨日の晩ご飯のおかずなど何でも結構です。お気軽にコメントを残していただけると幸いです。おまけトークです。先日ツイッターのフォロワーさんから教えていただいた紙文房荒木さんという紙のオンラインショップで、僕はいくつかの紙を購入しました。それがこちらになるんですけれども、チョコグラシン50センチ、ハーレムブラック、名前がいいですね、50センチ、そしてコズピタの黒金と黒銀、これも各50センチ、以上4種類を購入いたしました。僕は今まで基本的に身近なホームセンターや100均とか、あとアマゾンなんかで手軽に購入できる市販の折り紙だったり、ロール紙だったり、あとは包装紙とかを正方形に切り出して、ね、それを使って折ってたんですけれども、まあね、それらと比べると全くの別物でした。まず何といっても紙の厚みが薄いんですよ。でそのため無理なく細かい部分が折っていけるということに感動しました。そして紙が薄いにもかかわらずしっかりとコシがあって、張りのある質感と破れにくさを両立していました。さらにつるりとした滑らかな表面は適度に光沢が抑えられていて、つけた折り筋が非常に見やすいんですね。なのでこのチャンネルで主に紹介しているような、いわゆる複雑系の折り紙を折るには最適とも言える紙質なのかなと、そんな風に思いました。ちなみに今回折ったこの有翼の麒麟もこちらのコズピカ黒銀50センチの紙を使用しました。これでますます折り紙が楽しくなって、どんどん沼にはまっていくなと、そんな風に感じた僕でした。こちらの紙をご紹介くださった折り紙オールアット折り紙さんはご自身で折られた作品をツイッターにアップされています。完成品の美しさもさることながら、仕上げとかあと撮影の仕方がとにかくお上手で、アップされた写真に思わず見とれてしまうほどです。僕も非常に参考にさせてもらっています。折り紙オール折り紙さんのツイッターアカウントを概要欄に載せておきますので、ぜひご覧になってください。また今回利用させていただいたオンラインショップ紙文房荒木さんのリンク先も合わせて貼っておきますね。ということで、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね。バイバイ。